こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はメルセデスベンツスマートをご紹介したいと思います。1998年に日本に初上陸したスマートですが、今回で3世代目となるんですね。スマートといえばこのボディサイズがまず特徴ですよね。全長はなんと2755ミリということで3メーターを大きく切っています。で、高さは1545ということで手が低めの軽自動車、あれと同じぐらいと考えていただければいい感じでしょうか。そしてデザイン的な特徴、このトリリオンセーフティーセル、要はあの卵の殻みたいな原理で、小さいけれども車の中をですね、乗ってる人をですねキュッと守ってくれるという、非常にですね優れた、パッケージなんですけれども、これをまあうまく使うことでツートンカラー、このボディカラーがやはりスマート、パッと見てわかる特徴となっています。いやー、インテリアはすごくポップでカジュアルで、なんかウキウキしてきますよね。やはりもともとスウォッチ時計のね、とコラボレーションして生まれた車なので、こういったこうポップなもうワクワクさせてくれる雰囲気っていうのが特徴です。で、今回はこのループって名付けられたこの楕円形がモチーフになってるんですけれども、ポコ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 とエアコンのね吹き出し口もあって可愛いですし、ここ見てください、これ可愛いんですよ。なんかね、数字のところだけ虫眼鏡みたいになっていてアップになるんですよね。すごく単純な機構なんですけれども、こういったシンプルさがまた可愛さにつながってると思います。ラゲッジはこんな感じで開きます。そしてここは100キロまで耐荷重があるので、私が乗っても大丈夫です。そしてこのトノボードですね、よいしょ、こんな感じでこの下にセットすることもできるので、大きい荷物を積みたいときはこれ下にセットすればいいですね。ちっちゃいけれど、こうやって見ると普段のお買い物なら十分積めちゃいますね。やはりですね、実際走り出すと室内こう結構広くなったなって感じしますね。まあ、横幅ずいぶん広がりましたからね。まあ、その分このスマートの強烈な個性みたいなものは若干薄れたような感じもしなくはないですが、こう快適性という意味ではずいぶんとグレードアップしたと思います。そして特にね、この車ホイールペースが短いので、横風受けた時に心配だななんていう方も多いかと思います。そういった時に安定させてくれるようなプログラムもきっちりあるんですね。気になるパワートレイン、こちら直列3気筒の1リッターエンジンでございます。これをですね、後ろに搭載してるんですね。そして後輪を駆動する、いわゆる RR レイアウトという方式でございます。で、このトランスミッションはですね、6速の DCT、はい、ツインクラッチなんですよ。ツイナミックっていう名前がついているんですけれどもね、まあ、もう少しね、このツイナミック見つめが必要かなっていうところはあったりもするんですが、はい、このような形で左に通しますと自分でね、こうシフトができます。はい、これだとね、やっぱダイレクト感があっていいですよね。うん、今までのね、スマートと比べると本当にグググーっとね、グレードアップしたんだなっていう感じが、快適性、そして走りからも伝わってきますね。スマートはですね、シティコミューターということで、そして後ろのタイヤに比べて前のタイヤが若干細いんですね。で、小回り性が高いっていうのが特徴なんですけど、見てください、これ最小回転半径 3.3m ですよ。これなら便利、どこでも行けちゃいますね。今回ご紹介しましたスマート4-2は、実はですね、限定車という感じになってるんですね。4人乗りのスマート4-4がカタログモデル、スマート4-2は今回来たのエディション1です。この後ですね、春夏モデル、秋冬モデルみたいなね、ファッションショーみたいな感じでいろんなモデルが入ってくることになっています。青が220台、オレンジが220台、合計440台がエディション1ですので、気になる方は急いでくださいね。